こんにちは、たまちゃんこと田畑めぐみです。たまさとGO毎週金曜日は東京大学との連携企画、あいうえお株町の思い出紡ぎプロジェクト。あいうえお株とはアルバムやデジカメ、携帯の中の写真とあいうえお作文のような文章を組み合わせてストーリーを考える写真&言葉遊びなんです。さあ今週も地域の方々に集まっていただいて写真を見ながらお話をしていただきます。そして最後にはもちろんあいうえお株を完成させていきますよ。たまさとGO!今回出演していただくのは文京区本郷1丁目にお住まいの清水さんとそのお仲間の石田さんと有田さんです。今日は写真を通じてどんなお話が飛び出すのでしょうか。楽しみですね。さあ今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。で皆さんとはいろいろ取材した中でちょっと出会ってでね、もう初めてじゃないんですよね。そうですね。でちょっとこのご関係というか皆さんお仲間の仲間のこのつながり、はい、清水さんちょっとご説明いただいてもよろしいですかね。はい、我々はですね、はい、今は文京区にある青少年委員会というところの、全員同じメンバーなんですね。であとは文京区の小学校の PTA 会長の OB でもあります。でもずっと長くお付き合いをされて。そうですね、私は本郷署で、はい、石田さんは、僕の4代前の PTA 会長で、有田さんは大塚省の会長で、ここは同期ですね。あ、ここは大先輩。だいぶ上だ。だいぶ、あ、そうですか。泊まり上。で今日はじゃあいろいろとね写真をお持ちいただいていると思うので、はい、お話をね少しずつ伺っていきたいですが、じゃまずは清水さんの方からちょっと見せてもらいましょうかね。はい、はい、この3枚、はい、これじゃあ1枚ずついきましょう。はい、こちら何の祭りですか。これはここ、弓市文化会と申しまして、はい、この本郷にある、町会の、私が住んでる町会のお祭りです。はい、ははこれおみこしを担ぐのはもう毎回欠かさず。そうですね、毎年、はい、やらさせていただいてます。あ、でも確か私も、ね、取材で、ね、そうですね、しました。高張り持っていただいたり ね, ですよ ね, ししたね。あ、その時はちょっとプライベートね、プライベートで ね, 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 ね、はい、でしたけどもね、はい、ですけどほとんど地元の方たちで担いでるので、はあ、結構ねほら人手がないとかね、そういうので結構、ね、人手ないのでね大変ですけども、ね、やっぱり知り合いの方だけでできるっていうのも一つね、いいことだと思います。いやでも石田さんなんかは地元が一緒ですから、隣町っていうか町会は隣なんで、うん、お祭りも違う日にちなので、うん、手伝いに行ったり、そうみんなで呼ばれて暇いないからっつってみんな手伝いに。あ、有田さんも来ますよ。大塚から来ます。すごい、その連携はすごいですね。そして次こちら写真を、はい、こちらは、うん、今うち黄色くなっておりますけれども、はいはい、そう黄色くなる前のお店ですね。もうね清水さんのお店は、はい、池田屋さんといって、はい、この本郷で80年の歴史を持つ、はい、そうですね、はい、酒屋さん4代目に。すごいですよね、はい、4代目の風格出てますもんね。どうですかねちょっと太ったわ。いやここだけじゃないんですけどもね、うん、じゃあその前の時のお店の様子。そうですね、はい、約20年ぐらい前の写真ですね、こちら。やっぱりでも黄色くなったからこの頃目立ってるっていうのがあるんですね。これだと結構スルって通り過ぎちゃうぐらいの酒屋さんみたいな感じだけど、やっぱ黄色くなるとムッて止まるんで。この頃景気よくてさ、別に黄色くしなくても儲かってたんだよ。そうだよね。その黄色くしたのはやっぱりその景気に左右されて。いやいや、そういうわけじゃないですよね。コラペンの黄色いビールを意識したんだよ。あ、その時黄色い T シャツ着てて、派手な色にした方がいいんじゃないって言って、この T シャツの色にしてって言って、でもたまたま黄色だったっていう。その日ね、お気に入りの黄色い T シャツだったもんね。そうだったんですか。この色がいいなってしたんだけど。ずっとこちらで本郷でご商売されているっていうことですから、この街のこう移り変わりとかもずっと見てきてるわけですよね。そうですね、はい、見てます。どうですか、なんか最近随分変わったなとか。そうですね、もうかなり元々はうちのまだ旅館街だったので、この商売をしている時はまだ旅館がとても、たくさんあって、この前この店の前もね、随分とこう下駄の音とかもしてたし、浴衣で歩いてる人とかも結構いたんですけど、今はもうそういうのね全部旅館も、なくなってちゃって、今この通りには1軒しかないし、でどんどんねマンション化していって、まあ、住人の方は大変増えたんで、町自体は賑やかになってきたと思いますけどね。
まあ、相変わらずあのとても人情があって、静かで治安のいい町だなと思いますけど、じゃあ続いて3番目の写真いきましょうか、はい、こちらは自転車に乗っている、はい、そうですね、で、清水さんちょっと前の写真になりますけど、お隣にいるお嬢様は、はい、かわいらしいお嬢さんですか、はい、ありがとうございます。これはいつくらいの、ぐらい前ですかね、6年前ですね、はい、なんか清水さんは自転車が趣味だっていうのを夏くん、ね、はい、知ってましたけども、はいはい、娘さんも自転車、はい、一緒にこれは遠くへ行こうと言って、まあ、そんなにこう、ここはまだ近いところですけども、2人楽しんでる感じでよく行かれるんですよね。そうですね、そうですね、あの中学生、今も中学生になっちゃったんで、うんうんうん、なかなかこう一緒に、ね、行く時間もなくなっちゃったんですけども、うんうん、小学校2ライダーは毎週、ね、日曜日とか一緒に走りに行ってしてくれてました、いやちょっと今後がね、ちょっとね、だんだん離れてる寂しい感じはしますよね。そうなんですね、そっか、じゃあすごく記念すべき一枚ですね、うん、そうです、じゃあ続いて石田さんの写真に参りましょうか、はいはいね、はい、年齢別に、はい、年齢別に、年齢別に、あら、これは白黒写真ですね、白黒写真ですね、時代だね、おいくつ、11歳の誕生日に父親が、はいはい、あの、なんだろう、兜を紙で折ってかぶせて、チューリップ帽じゃないんですか、違う違う、兜、兜、じゃあ折り紙兜、お父さんが作ってくれた、そうですね、多分ね、誕生日プレゼントじゃないですよね、それが誕生日プレゼントかもしれない、いやでもそれはそれでいいじゃないですか、なんか手作りの、本当に、いや嬉しいですよきっと、ちょっと後ろにはなんか文字が、はい、そうなんです、これお父さんが、そうなんです、はい、昭和42年5月5日、5月5日生まれなんですよ、はい、子供の日に、そうです、子供の日、端午の節句、じゃあだからこの帽子、そうだと思います、帽子というか兜、はい、兜、あ、そういうことなんですね、第11回誕生日、そう、11歳じゃなくて11回なんだね、1回ね、なってるのがまたすごく面白いですよね、うん、今この町並みというのは残ってるんですか、ね、若干残ってますかね、若干、うん、このなんだっけ、大横丁通りってまさに家の前ですよ、家の前なんですよ、ここが今1階はお寿司屋さんになってるかな、はいはいはい、ちょっと昭和の感じで、車なんかもすごいなんか、ね、懐かしい、11歳で兜買うってすごいですね、すごいね、ですよ、だって昔の子はね、幼かったいやでも今もすごく逆新鮮ですもん、こう見るとね、さあそしてもうちょっとこう成長しまして、ね、こちらおいくつ成長して、これはねナンパだよねこれ20代多分後半ぐらいですよね、これはシチュエーション的にどこの場所なんでしょう、うん、多分文京区のあの、なんだっけ、播磨坂あたりかなと思うんですけどね、これは自慢と車を、そうですね、ちょっとカッコつけて、はあ、多分友達とどっか走りに行った時に撮ったんでしょうね、も誰もが持ってるような一枚でね、そうだよねなんか時代を感じるよね、じゃあ雑誌に投稿したりしてないですか、ね、してない、してないちなみにこれはあの どんなこう車で撮ってらっしゃったんですか、これはね、ブルーバード 3S っていう、まあ、あの年代的に憧れの車を多分あの購入できて、うんうんうん、自慢げにいるんですね、キャリーこの頃は上にキャリアにスキー、冬はスキーを乗せて、じゃあ趣味はもうスキーであったり、そう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 、週末になると苗場とかね行った時代ですね、ナンパですよね、でナンパされて今の奥様とか、あ、そうですね、あ、本当ですか、はい、え、本当に、まあスキーは縁はあったんですけどね、はい、そんなもんじゃない、そういうんですかね、うん、そういうことは決まってませんけどね、まあ、そうだねへー、というわけで文京区本郷の清水さんとお仲間にいろいろなお話を伺ってきましたが、今週はここまでです。来週も引き続きいろいろなお話をしてもらいます。そして次週はいよいよ愛用株を作っていただきますよ。それでは田畑号金曜日愛用株、町の思い出紡ぎプロジェクト、また来週。